マグマは珍しい。確かに。まあ時間の有効活用しようということで、あんまりもぐもぐ配信は好きじゃないんですけど、もぐもぐ配信は好きじゃないんですけど、一人でご飯。今日は AKB48 新聞、48タイムズさんで卒業前にインタビューみたいな取材をねさせていただいて、でそれが終わって今自主練です。今から歌の練習をしようと思ってカラオケルームにいるんですけど、腹ごしらえと言ってもお腹空いてなかったので、なんかお米食べとけばいいかなみたいなあとフルーツも買いました。なんとなく髪自分で巻いた。なんか今日下手くそだったんだけど、なんか今日めっちゃさボリューミーになっちゃってちょっと萎えた。コートさん、ハートのライトありがとうございます。これからチーム前に向かいます。いってらっしゃい。セブンです。私セブンが一番好きなんです。好みの問題、全部好きだよもちろん。一番行くのはセブンです。二番目に行くのがローソン。うん、ボリューミーっていうか、もうちょっとなんだろう、もうちょっとこうなってほしい。こういう緩巻きどうやったらできるのかっていう、自分にはまだわからない。自分の技術だとさ、内巻き外巻きが限界。あの緩く巻くとかきつく巻くとかよくわからない。本当は別におにぎりもね食べたいと思わなかったんだけどね。栄養ないとダメなんで。数百円外れてる。だってまだ登録出てなくね。一般があるから、もう諦めないで。諦めたらダメなんだから。ぶちまけたのスムージー、悲しい。そうでもね、今日の朝もパワー力つけようと思ってお米食べた。なぜ成分表見たって、成分が気になってくる寒いな。お昼はお米あるって。はい、お米か、うん、お米が好きです。パンも好きだけど、パンはあの腹持ちが悪いのでちょっと今は控えてます。すぐお腹空いちゃうし、カロリー高いし。みずき、くまありがとう。くまたわありがとう。ハートありがとう。ね、こっちかと思ってた。カメラこっちだった。ありがとう。倍率高いの知らん。どうなんだろう。
寒い。寒い。でも暑かったんだよ。クーラーついてなかったからさっき。痛い。ダメ。意味なかった。コンサート楽しみだってね。明日だ、明日らしいよ。いや明日だよね。明日らしいよ。やば。やばくね、マジで。びっくりなんだが。ね、落とすとこだった。驚き。昨日寝る前に V コンサートやりました。一人で家で。今日も通してから寝ようと思います。でもやっぱり家だと歌えないので、ちょっとここでコンサートと卒業公演の歌の練習をします。寝不足はどう？眠いよ。君もならすれば見る？見ない。なんで？なぜ？見る、見に行く人いんの？誰か他のチームのコンサート。行かないよ。違う違う、あのすいません、メンバーです。メンバーで他のチームのコンサート見に行く人いるのかなって。違うよ、みんなは行くよね。どこでもどこでも行くよねって。そりゃ好きなチームが全チーム好きだったら全部行ったらいいと思うし。電車いないかな、どうなんだろう。なんかね、ハッツさんとかね、写真あげてて素敵だった。さっきひなのちゃんに会いました。一瞬髪色いいねって言われた。やったーって言った。でも品的にはちょっと紫すぎてて、あのはい。めっちゃ眠い。てか今何時？時計ないわ、ここ。当たり前か。てかもう一個端末持ってきたんだった、私。え、もう45分なの？やっぱりコンビニ行ってたらさ、時間経つの早いね。あ、そうだ、 B のコンサートどっちが見やすいってかさ、あれだわ、言うとか言ってさ、また確認してない、まだ。やば、どっちも行きますよ、多分。だってね、私ってね、
だってさ、公園だってさ、私が下手だよって言ったらさ、上手の方が多いよって言われたし、私多分間違えるから、どこでも大丈夫だよ。ね、メールで教えます。メールが一番好きなのでメールで教えます。なので、今日帰りながらあの映像見て考えるので、あのコメントしといてください。どっかにお願いします。眠い。眠い。でも今日しかないの、練習できるの。こうやってさ、ご飯こんなのんびりご飯食べちゃって何してんだよって。大丈夫なのかって、結構危機感だよ。歌えないよって。卒業公演の歌を頑張って、ね、やっぱり歌い慣れてないので、曲がやっぱちょっとフルーツいらないかもな。ここに来て、ここまで来てやっぱいらないなって思っちゃったよね。なんかお腹に溜まるかなと思って AR だろうしフルーツ買ってみた。だから買ってみたんだけど、忘れてた、このフルーツあんま好きじゃないってことに。パイナップルにすればよかったかな。もうパイナップルってお腹に溜まんないよ。ねえねえ、あ、15分経った？てか練習する、マジで練習しないと。誰も教えてくれないんだけど、誰も教えてくれない。あ、もうすぐ15分、15分経ったら終わります。もうすぐ、あれ？あ、撮った。
何からやればいいんだろう。何からやろうかな。じゃあランキングを読みます。こんな肘つきながら、すみません、さすがに。13位、コロタン12位、ヒデキ31位、エンヤ30位、グリーンリバーさん9位、マシューさん8位、タシ7位、ガキッチョさん6位、アカナソディさん5位、リコちゃん4位、コウタさん3位、シエリちゃん2位、ユミリン1位、ミズキです。ありがとうございます。くしゃみでそうだった。じゃあねー、バイバイ。見てくれてありがとう。こんな短くてごめんね。ご飯食べただけなの、ごめんね。明日は B のコンサートです。とりあえずコンサート明日頑張ります。今から自主練も頑張ります。バイバーイ。頑張るからね。ありがとうね。